本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流祭です。本日は王様ランキング第9話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。王人盾なんだから、ドルーシさん。うん。そう、これね、いや、あのね、ヒリング、陛下ね、どんだけ振り回されたらいいんですか 天国から地獄まで <laughs>、縦横無尽に振り回すぎでしょうっていうね、ヒリング陛下。ね。こ、ここたったどんぐらいかわかんないけど、うーん。え <laughs>、そんななので、これより、墓地殿下は、お強いっておー、そんな、あ、これ、ヒリング陛下を、奥先に、うん。 全く同じことがあったんだ。でもなんでヒーリング陛下うん。宝石になるまで圧縮。ねえ、その時。<laughs> いや、そこまでされなくてもしん、まあそっか、信じがたいけど。そう、大田陛下は。大田陛下のことどうおっしゃるわからんじゃあ、その体の中に同居されね <laughs> ねえ。だから、どんだけ宇宙の端から端まで、 ヒリング陛下振り回しすぎでしょう。周り中のいろんな人が寄ってたがってさ。さあ、みら、なん、何も言わないか。何か言うかなと思ったんですよね。うん、そう、あの、やっぱり、ね、ドルさん、たびたびはご登場になってますけど、やっぱり、 まあ、これも、いろんな作品もそうだけど、アニメ関係の視聴経験がそうさせるんでしょうけど、やっぱり、モブの一人とかね、名前のあるモブぐらいの役どころとして見られていたドルーさんなんですけど、これまでも数回は割と大事な役というか、端にいらっしゃるんですけど、画面の端にいらっしゃるんですけど、 割とちょっと注目に値する仕草とかね行動とかされてることがあってでこの作品のすごいこれまで拝見してきてまあこれは脱帽もんなんですけど全員にまあそらそらそうだろうって話かもしれないですけどなかなかそこまでできてる作品はないんですけど全員に人生があるんだなねまあここに並んでいらっしゃる皆さん特にねまあ本当に腹心というか力 心強いことこの上ない中心の皆さんなんでしょうけど、ザ全員にあって、今回は、まあもちろんね、ドーマさんとか、なんならホクロさんだって、で、ベビンさんもありましたけど、ドルーフさんもね、あるんですね。ね。どうやって取り立てられたとか、まあこれまでの、あ、そうだ、アピスさんも忘れてましたけど、そう。アピスさんがっかりされてましたけどね。まああったのはあったんですよね。おあの、 はい。あの、ヒリング陛下を殺すために、あれ、どこから連れてきたんですか作られた魔物なんですか細かい話かもしれないですけど。ために、あそこでね、午前試合みたいなお披露目をしてた、この魔獣の皆さんですよね。うん。よく言うこと聞きますよね。そんな凶暴で、獰猛で、うん、でも戦略上は結構知能があるみたいだけど、ヒリングを殺してこいって言われて、 おー、ドルイさんの、うん。おー。その方が適してるからじゃないのな、うん。おー、おー、意向が届くね。ボス様なき後じゃないのわかんないけど。うん、陛下なき後でしょ。うん、あ、はい。あ、うん。えじゃあ、 ドルーさんに任されてんだ。やっぱり、ドルーさんの盾としての硬さを前回ご覧になったんですかね。ボス陛下。が。<laughs> いや。すごいなんか後ろ向きな人なんだなままあ、真面目そうではありましたけど。うん。よろしくお願いします。うん。申し訳ございません。身だしなみに気をつけましょう、ドルーさん。今から、うん。ちょ、はい。ちょっと、イケてる感じにしてくださいっつって。はい。 なぜですかうん。まあ、それは確かにそうなんですよね。うん。どんなお考えがあるか分かんないですしね。王妃ご自身の判断。はい。知りつけとか、ただ、あの感じだと、修道院かなんかで、甘そうかなんかやられてた陛下うん。急に、 王妃に取り立てられて、で、墓地殿下が、今日から息子今日からか。なるほど。何 <laughs> すかその、すごい、ドッカかあれ開けられましたけどね。はい。うん。だから、王妃として選ばれた理由がわかんないですよね。あと、<laughs> この頃、この頃から、別に、 王妃までそこ登られる必要はないんですよ。行けるところ。<laughs> いや、この二人は本当にね、愛らしいし、実にほのぼのしてるし、心温まるところがたくさんあるんですけど、お、うん、忘れた頃に。<laughs> 手塚みすか、殿下およ、どこに持ってかれるんだろうな。うん、わかんないけど。誰かに差し上げるのかお母様か あ、墓前にね、お供えになるんですね。さすが、うん、殿下ですね。このお姿は本当にね、だからかつてで出てこなかったのは、寮母は出てきましたけど、その時お姿があえて出てこなかったのは、あ、王妃は考えられた。あ、ドレスさんも勉強されてるわ、脇で。うん、偉いな。 立派な歌詞に立ちですよね。本当に皆さんね。見上げたもん。うん。ダメだったか。うん。でも、伝わってんじゃないですか。心の準備の、あと関係の、うん。わかんないですよ。まだそう、王妃が頭を下げて頼む。 ねえ、頼まれるなんてな。ほん、でもそう、どう見ても庶民だったな。いや、その話ちゃんとされるんだ。あ、えー、っと、えー、っと、この人のお名前、うん。忘れたな。なんだっけな。えー、っとね、ああ、それをね、うん。これまでずっと、 うん。一応考えられたんですかでも、あ、それは。はおう、なるほど。まあ、はい。だから王妃の盾なんだ。四天王の中でも最強とおっしゃってたのはもうこの頃すでにその評価は確定していたのだろうか。それとも王妃の盾として成長されたから、そうっすね。 うん。そうなんですよ。だから、あの、魔人さんが初めて現れて、殿下を指さされた時も、ドルーさんだけね、もうほぼとっさに本能的かぐらいの仕草で守ろう、守ろうとされてって、やっぱそういうお役目だし、もう真から守る。護衛の、うん。いや、いいっすね、本当にね。 よくこんな、まあそれがボス陛下の人徳なんだろうかなすごい人が集まってますよね誰一人取ったってああれじゃないですか鎧のせいじゃないですかとかねなんで坊主にされたんですかちょっと待ってこの長い階層はすごく嫌な感じするな大丈夫と思いますけどおい いや、これ大変なことになるだろうな。そらそうだよな。うん。えー、アピスさんが苦戦されてって、あれは、あの試合はね、途中でボス陛下が変わられましたんで、おー、さす、まあそっか、そらそうなんだろうけど、やっぱね、戦闘場面の作画と、まあ、レイアウトから何から全部そうなんですけど、うん。最近あまりやられなくなった廃道もね、 うー、うわーやっぱ、そんぐらい強いのか、この魔獣たちはな。うん。だから、アピスさんは、あれわかんなかったな。ああ、やっぱりね、うん、さすが盾ですね。自分が選んてたら盾にできないですもんね。さあって、これなんか、おおーおおぉ、すごいぞ。うん。なかなかあんなうまくできるもんじゃないよな。うん。 さあ、なんかこれは倒す方法あるんかなか。うん、守りで。はい、何ですか何かあるんですかえ、何その技何えなんで、えそれもなんか特別な。え鎧を寄せてまで撃って出る攻撃こそが最大の。はい。その技何ですかははは。 こっちはこっちで割と平和な、あ、じゃあ作られたんじゃないよね。そういう人たちが。えこれさ、これあの、殿下が修行されてる、あのー、はい。あ、選ばれた。はい。ギガンテスって巨人じゃん。えそれ、その巨人ギガンテスとボス陛下の一族はあ、なあ、そういうことか。 よく言うこと聞くなと思ったら、あ、そうなんだ。できんだ、そんなことは。うん。おま、はあ、はい。はいはいはい。臨床性。うんうんうん。だから、捨て身の攻撃先に倒す方を選ばれたドルーさんなんだが、そうすると防御は捨てなければならない。うん。 さあ、どうやって勝つというか、うおーやっぱね、そう。こういう場面になると本当によく、モブサイコ思い出すけど、やっぱ誰か関わってる人いるんだろうなえ。え誰あ,あ、なんだ <laughs>。まあ、三匹、三頭一遍に相手するのはとてもじゃないけど無理だったか。ああ、それか。はい。 え別にヒリングさんを守ることが陛下を捨てることにはならないのではうん。うーん。ね。あのおっしゃり方はまだ触れてない部分あるよな。だって。ね。両立しますもんね。この2つはね。別にヒリング陛下を守ることがボス陛下に逆らうというか。だってそれを。 ヒリングを殺しますって言ってんのは、今のところあくまで、あの、ミランジョ様が勝手に言ってるだけで、ボス陛下がやれって言ってんじゃないでしょなんか約束のために、許可せざるを得ないんでしょダメだとは言えない何かが、ある。うん。あるんだろうな。だ、ということは、誰か、この、どうやって見てんだいやっぱ、あ、気配で見てんのか。うん。 誰かスパイがいいのかと思って、場内の事情に精通しすぎてるから、じゃあ鏡はそんなことまでは見えないんだ。でも気配はわかるんだ。うん。魔獣たちの霊圧が消えたか。みたいな。そのぐらいはわかんのね。でもなあ、あはい。えどう、やっぱりこれはなんかあったな。うん、これはね。まあとで海外の反応のご紹介の時に色々あるんですけど、まずその、 ああ、人形に入るのか。この人形は多分それ用に作られた。あ、そういえばそっか。今までミランジョ様の鏡に入る前の姿ってわかんなかったけど、はい。えちょっと待って。今人形だけど、あの時は人間の体ですよね。ちゃんと多分だけど。かあ、その時からもうずっと、<laughs> 疲れんだ <laughs>。 あ、そうなんだ。なるほどね。ああ。もしかしてずっと人間、人形だった人間の体を持たず最初から鏡だ,だったかでもあの肉体ありましたよね。そうだ。あのー、地下の冷凍庫に入ってた肉体ありますよね。あれ肉体っすよね。多分だけどね。うん。まだわからんなーこれは。え ああ、まあ、名友だからかうん。おおどう、どういうことだ陛下はまっすぐなんじゃないですか最強最強ってそればっかなんじゃないですかおうそうなんだ。まあ、並々ならぬ深さを感じるんだけど、この二人にはね。はい。うん。これはもう、 多分、この世で誰よりも深い関係だな。おおおヒーリング兵下に直していただく。うん。なるほど。そのお力のことを忘れてましたわ。守られる側の人がまさか治癒してくれるなんてな。なるほどね。そらそっか。ということは、盾は傷ついたら、 どあはい。熱い展開ですね、これは。うん。ただ、うん、そうなんですよね。長田街ではないんだよな、これ。はい。歩いてらっしゃるんだ。やっぱりこれはあの夢の中なのか夢なのか異空間なのか魔法の空間。ん今のは 今のはご自身ボス陛下うん。いや、それはね、救い出してくれる人がいるでしょあなたには。まあ、その人の暗殺命令出したのもあなたなんですけどね。うん。あ、これがへ冥府へ繋がってるんだ。魔物を指寄せ。ね。動いてるんですよね。これだから、無機物じゃないのかなこの壁みたいなやつ空間の。はい。 え、どこに、ちょっと何されるあと何されるつもりですか何も今のところできないでしょう。とりあえず話だけされるんですかあ、問い立ただされるんですね。いやだってさ、もう心に決められてるでしょう。ボス陛下は。うん。はい。え、些細なこと いう感じ。<laughs> いや、そうですよね。いや、他にも犠牲してきたもんたくさん。うん。墓地殿下も犠牲になりましたしね。うん。まあ、いや、ほんとそうですよ。これ、視聴者全員、視聴者全員の代弁をしていただいたんじゃないですか。何なんですか、ボス兵か全然わからんわ。 どんどんわからんくなるなぁ。まあ、これまで疑問を持とうと思わなかったからなぁ。我々の、お、いらっしゃるじゃないですか。ということは、やっぱり、お体の中のどっかにはいらっしゃるけど、ボス、どこですかどこだと思われますか陛下。はい。どっかにはいらっしゃるんだ。割と近いんだ。うん。 やっぱ体は共有されてるし、ああ、すごい。戦闘場面もすごかったけど、ああいう本当に人間の仕草っすよね。うん。どちらだろうなあままあ、体の中なんかなボス陛下わかんないか隠されてんのか中の人などいない、今度は本当に人かなで、ここに閉じ込め、 何をされ、何をされるんだろうか。おー。いや、ここへ来てすごいヒリング陛下が、あ、でもそっか。会えないっておっしゃってたあの予感は、どういう形になるのか、それはそれで怖いな。うん。今回は本当に王妃と盾だな。王妃の盾じゃなくて。うん。あ、やっぱそこなんだ。ほら、いらっしゃるじゃないですか。ボス、A、か 隠されてましたね。そこにいらっしゃ、陛下大丈夫ですかそんなところにいらっしゃって。うん。そ、えはい、どう、うはい、どうすればいいんでしょうか。腹かさばけば、は、はい、どう、どう、<laughs> とん、ああ。わからんのか他の人には全く。何言ってんだこの人。ああ。 他の人にはわかんないのね。いや、これトンチっすよね。完全に。秒分の中の虎を出してみろですよね。ああ、そうですよね。明らかに、うん。ヒーリング兵がご乱心。ねえ。明らかに冷静ではないよな。これは。どうやって出せばいいんだろうなー。ああ。 まさか王妃の盾にやられるとはな眠らすはっうんなあーそれでかうんなるほど急ぐ必要はないとはいわかりましたまあこれは陛下のせめてものをね部下に対する家臣に対するお心づ ああ。まあそうっすよね。別にボス陛下だって、神でもなければ仕組んだ人間でもないからわかんないですよね。どうなるかね。うん。でもここはやっぱり王の器なんだろうな。一番読めないもんな。どう、何を考えられてんのかな。まあでも、これは多分だけど、代打陛下にも言えることなんだろうな。ね、本当に。 さーて、まあ、これがいつになるかわかんないですよね。多分、墓地殿下助けて。えああ。そうっすね。私も、はい。それに関しては、特に反対はしませんが、ただ、ね、ボス想のあの態度を拝見してると、うん。でも割と冷静になられるの早かったっすうん。 まあ今は光を待ちましょうよ。多分だうんなるほどねなるほどねこれまでわかんないですけど大太陛下はそういうことを初めて考えられました。多分だけどまあこれはねわかんないですよ耳が聞こえないとか目が見えない人。 何らかのその自分以外のみんながつかめている情報が自分だけはわからない捉えることができないっていうことの実感はねいくら想像しちゃってねその克明に考えるつだって喧嘩ありますし普段自分が不便するわけでもないことなんだからなんかそういう そういう部分に縛りをかけられてる人のことを客観的にご覧になってたところでなんか思うところがあるかっつったら、うーんだ。ら多分それも含めてなんですけど、いつからですか代打、殿下時代から、代打殿下の時から、あのミランジョ様の何か吹き込みが始まってるんでしょで、それでいつの間にか、俺が、 ボッジを押しのけて王になり王様ランキングを駆け上がっていくんだっていう野望一直線の人間なんだといういつの間にかそうなられたでしょう。だからそれに夢中で他のことを考えられなかったんでしょうしこういう機会があって初めてこの真っ暗な空間の中に自分と自分にとって大切な大きい存在となる人たちの思い出しかないというところに取り残されてで初めてそのボッジ殿下の これまでどういう世界が見えていたのか、あるいは見えていなかったか、ということがね、想像の中に浮かんでくると。でも、ああいう状況で、まあ本当に、一瞬、赤ちゃんそのもののダダのこね方されてましたし、今までいろんな、剣謀術とか、張り巡らされたりとか、あと、特に、ドーマさんに対する、陛下になられて以降の態度とかね、拝見してると、本当に冷静で、物事に動じなくて、いろんなことを経験されてきて、で、 深い。懐も深いし、読めないぐらいの深さを持たれてて、で、それはね、もう今回の、まあ、ボス陛下は、それは、これまで考えてなかったですから、ボス陛下がね、すべての起点というか、出発点で、その、この世界における、この王様ランキングっていう作品の世界における、大地のような存在だと思っていた、ボス陛下のことなんで、まあ、見たままの本当に立派な王様なんだろうという感覚でしたけど、 ここへ来てね、やっぱり、まあ若い頃のね、ことがいろいろと前回描かれましたんで、やはり迷いとか苦しみとか欲望とかそれが果たせないことへの悔しさとか、その自分の死で私欲を叶えるために他人を犠牲にする、ましてや自分の息子を犠牲にすると、そういう時に自分の欲と倫理観の間で板挟みになってとかね、見えてきましたんで印象は変わったんですけど、やっぱり今回ね、うん、やっぱこの人が でかいな別にね、巨人だからじゃないですけど、存在も大きいんですけど、その、器の大きさというか、そこ見えないですね。でも、ダイダ陛下ね、そう。あの、その、やっぱり、決意の強さというか、冷酷さとか、動じないところとか、そういう怖さはね、あの、崩れ始めたのは、ボス陛下の体をスムージーにされるところぐらいからなんですよね。あそこからガラガラと、弱いところがどんどん、 現れ始めてでしたけど、やっぱり大いに突き立ての、即位されたてのダイダ陛下は、本当に威厳も貫禄もありましたし、怖さもありましたし、まさかこんなことになるとは、というね。その辺からすでにね、ダイダ陛下は、まあ同情もされてましたけど、ダイダ陛下の立場に立って悔しがってる人はたくさんいらっしゃいましたね。だからそれをはめた、特にミランジョ様への遠査の声はたくさんあったんですけど、結局あの、ミランジョ様と、 ボス陛下の関係性がすべてを巻き込む渦の中心になってるんですね。で、それがね、その渦の深さですね。これがまたそこが見えないですよね。どこまで行ってんだっていうね。最初はなんか、その国王になる人のそばにいる参謀ぐらいの感じでうまく取り入りやがったなと。で、うまいこと権力の、まあ、よくありますけどね、その、なんか、でっかい企業の会長のそばにいるなんか変な占い師みたいなやつとか、 そう、のくありますし、まあ、同郷みたいなやつですよね。うん、階層ですよね。そういうやつはね、大体いつのようにもね、いたりするんですけど、なんかそんぐらいなさかと思ったんですよ。その占いだか、なんか特殊能力だか、を使えるっていうんで、特にね、ボス陛下は初代ですしね。初代国王にうまいことを取り入れたんで、王国の中枢の人間として、王国の首脳として、いつの間にか揺るぎない地位に、特別な地位に、 他他ののの大臣とととかか違っってにになたりその他別次元の立場にいるで、今回、特にね、うん、リング陛下もそうですけど、あとドルースさんもね、そうなんですけど、今回、ずいぶんその、二人きりの場面で、今まで見えていなかった、華々しく、表に出ている国王像ではなくって、もっと私的領域の、そういう公のものを、ボス陛下が解かれて、割とボス個人としての時間を過ごされてる。で、そのそばに、 ミランジョ様が言って、あの、やりとりのね、言葉の端々は、相当いろんなことが引っかかるし、いろんなことを想像させるんですけど、ということは、やっぱりこれは、うん、この辺、ボス陛下の男女関係は、相当入り組んでるってことでいいんすかねうん。厄介なことになりましたね。その、王様ランキングっていう、競争心を煽る制度だかなんだかが、まずあって、で、 初代国王崩御に伴う王位継承争いが、まあ墓地殿下はね、一方的にやられた側ですけど、まあ一方的でも何でもとにかく王位継承争いが巻き起こり、そこにさらに色恋沙汰まで絡んでくると、うーん、混迷極まりますよね。ここまでくるとね。だから多分だけど今できる予想としては、これもね、後でありますけど、ボス陛下の今のところを確認できてる最も古くから 行動を共にされていった、そばにいらっしゃったのは、ミランジョ様。で、多分だけど、ね、なんでかわかんないですけどね。無我夢中でガムシャラに他の者のには目もくれず、世界最強を目指されてる。この理由もわかんないですよね。なんでなんですかっていうね。王国を作るためなのかでもね、それおっしゃってなかったっすもんね。多分だけど、その、自分が力を奪ってしまったかために、弱いまま生まれ、で、弱いまま、 大きくならなければならない墓地殿下のために王国というゆりかごを作って、まあなんか温室みたいですけど、墓地殿下が何不自由なく生きていけるように、温室として王国を作った面はあるんじゃないかな。ですから、王国っていうのは後ですよね。まず最強が先ですよね。ボス陛下は。それが何でかわかんないですけど、とにかくそれをミランジョ様もボス陛下のその最強になるという夢は応援しようと。 で、そのためには、ボス陛下が巨人の妻を求められたりとか、これはわかんないですけど、ヒリング陛下をまた第二王妃として迎えられたりとか、まあそれも本当に張り裂けるような思いでしたでしょうけど、多分ずっと、いつかは、ボスミランジョ夫婦が結婚し、夫婦が共に楽しく支え合って生きていける、そういう生活を始めようという約束なんじゃないですかね。 で、そこに最強になるために、あの、大長妃を妻に、ということがあったりとか、まあ、やっぱり魔法のためか、蘇り、生まれ変わりの器として、今度は、またもう一人息子必要ですわ、ってなって、じゃあまた王妃を、となったんすかね、か。まあ、他にもね、いろいろと、今回また、情報量の多い回でしたね。なんで、振り返れば、またたくさんあるんでしょうけど、なんかこれまでも何回か、ね、 情報量の多い回はあったんですけど、大体過去のそういう回は、驚きの真実とか、衝撃的な展開とかと伴って明かされていくという時が多かったんですけど、今回は割と静かでしたよね。まあ、ドルーさんのあの、決死の戦闘場面もあったんですけど、割と静かに、落ち着いた雰囲気の中で、これまでの話が語られているというね、感じの今回でしたね。なんで情報量は多いんですけど、なんか、あんまり大騒ぎとか、 そういうんじゃない感じ。で、あと、あ、そうだ。えー、っと、あれは、んと、サンデオさんだ。あね。そう、あの、えっとね、今度は最初の名前忘れたわ。<laughs> あの、サンデオさんと、あの、最初の人なんですよね。今度は、そう、最初の人は、昔からいらっしゃって、ドルーシェさんより先か、とかね、あるのと、サンデオさんはオープニングにね、いらっしゃいますよね。あの、横並びになってんだけど、やっぱり円形で、 どう見たってその人なんだけど、あえてなんかぼかしちゃうのは分かんないけど、まあでもあの中にね、いらっしゃいますよね。だからどっかで出番あるんすよ。今回ドルーさんがね、すごい。ドルーさんにもあるんだ。だからこれは全員やんだな、と。ってことは、サンデオさんにもあの最小の人にもあるし、でしょうね。四天王は、アピスさん、ベビンさん、ドルーさん、ドーマスさんでいいのかなうん。でしょうね。まあなんで、そういう王宮内の、特に家臣の中でも特別な皆さんね、あるんでしょうけどね。 ちょっとその辺の、今回あの、最初の人が、割と出番多かったのは、なんか今後続きそうな感じありますよね。ドロイスさんもね、なんか割と出番多いな、という回の、次とか次の次ぐらいにね、お豆板かありまして、でしたけど、ね、サブ隊がね、王妃の盾、じゃなくて、王妃と盾、なんですよね。ヒリング陛下も最初はね、意地悪なまま母ポジの、で、いつか天罰が下って、悲惨な目にあって、舞台から消えていく、上部に落ちるんだろうぐらいに、 思われてた人も多いんですけど、今回かっこよかったっすね。ヒリング陛下ね。うん。主人公感すごいあったし、あの感じだとね、やっぱり修道院の方だったのが、なぜかボス陛下に見染められて、で、まあ突如でしょうね。民間から王室へ嫁がれて、で、今やボス陛下に問い詰めてかかるというね、ところまで来られましたけど、そういう本当に市政の一般人だったところから、王の奇跡に、 だから、二重の意味でね、慣れないでしょうし、さらに、もう息子がいると先に、うん。さっきのお妃先が残された息子さんの、急に母にもならなきゃいけないというね。だから、二重三重になれない世界に飛び込んでこられたヒリング陛下が、あ、魔法は一個あるか、うん。選ばれた理由として考えられるのは相当強いみたいですもんね。あの魔法は。これちょっとあったんですよね。ドーマさん、ヒリング陛下に直してもらうんじゃないっていう、余裕症はわかんないけど、欠損は直せないのかな でしたけどね、まあその辺もねまだまだ色々あるんですけど一旦また前回から今回までの間に色々ありましたんでそちらをご紹介してから改めて振り返りましょうまずですねまあこれ細かいしいつの話っていうね結構前の話になっちゃいましたけどあの復活の呪文ねこれより復活の呪文を唱えるってね宣言者から唱える系の呪文なんだっていうあのミランジョ様がまんまとアピスさんに今度アピスさんはね今回お人形でしたよね あとなんかないんすかっていうね。まあでも、皆無ではなさそうな雰囲気ありますけどね。アピスさんに命令して、で、まんまと、気絶さした代打陛下を前に唱えた呪文ありましたけどね。あの、ミランジョ様のセリフね、日本語で聞いてると、アニムス、ニココ、レドモなんですけど、字幕がね、違うんすよ。アニムスは多分そうなんでしょでも、アニムス、エレン、ルーラーってなってんすよ。 全然違いますよねニココレドモとエレン・ルーターは全然違いますよね。なんでこれ違うんだろうっていうねあ。なんか出典があってその日本語風読みとその言語での読みと全然違うのかと思いましたけどね違いすぎる。で一応ググったんですけどまあギリシャ神話と関係あんのかぐらいしかわかんなかったんですよね。うんこのねアニムス・エレン・ルーターでググるとルーターしか出てこないっていうね。うん一応他にもね 調べられた方いらっしゃるみたいで、王様ランキングが関連で出てくるぐらい。あとはルーターしか出てこないですね。うーん、ギリシャ神話なのか。だから言語と日本語で違うのかぐらいのね。だから元があるんだな。こっちの世界にもある神話とか伝承とかと繋がりはあるみたいですけどね。ワンだったっすね。まあこれはそのうちね、またなんか追加で分かったことがありましたらお話しますけど、あんまり気にされてる方はいらっしゃらないみたいで、話題にもあんまりなってないんですけど、か あのね、王様ランキングのリアクションは頂戴ですから、その中に埋もれてんのか、私はまだね、見かけてないんですよね。この手に関する話題というか予想というかは、ま、なんかあったら申し上げますわ。あとですね、また例によってね、前回のニコニコ動画の方に上げた動画にもコメント、いいね、ニコニコ広告賜りまして、皆さん本当にいつもありがとうございます。そちら拝見していきます。強いっていうね、うん。やっぱあれは器変わっても関係ないですかね。 今回ね、うん。途中で、あのー、アピスさんにやられて、で、気絶されたところから、目を覚まされた直後におっしゃってた、また息子を犠牲にしたか、のところでは、ボス陛下なんだ、ぐらいだったんですけど、それでね、体が変わったんで、強さは受け継がれてんのかか、あくまで、その、強さだから体に宿ってるもんだから、往年の強さは、ボス陛下の体ごと、シャーベットになったのかと。 いうね、予想あったんですけど、完全に受け継がれている。で、今回それが完全に俺だよ、ということを示されましたけど、体は変わっても強さは変わんないんだ。ね、血が騒いだ。それを丸ごと、あの、ダイダ陛下の体の中に、引っ越しの時に持ち込まれたのか。うん。何か思惑がありそう。うん。これは、あれですかね。あの、ボス陛下は、そうなんですよね。ヒリング陛下をどう思われてるのかうん。今のところ見えてる情報だけで、 ヒリング陛下に最も残酷な予想は何とも思ってない。その、まあ大長妃陛下もね、下手すとその可能性ありますけど、自分が最強になるための生贄を生むための、それをまた生贄だと。で、第二の生贄を生むための、その第二の生贄がヒリング陛下ぐらいにしか思ってないと。うん。いう、非常にヒリング陛下に対して残酷な ことを考えるとそれもありえなくないですからねまだそのぐらいの予想を許す幅があるからな片手でも強いなうんそうなんすよねまあそりゃそうなんだけどそっかあのね旅の途中まで別に疑うわけじゃないけどドーマさんってその戦いの方腕っぷしの方ってどうなんですか実際はっていうねそういえば見てなかったんですよねダイダ当時殿下との試合ぐらいでしたし やっぱ強いなと思ったのは、ただ、ホクロさんはね、一平卒でしょだから、それを片手で、あっさりと、片手を取られながら、倒したところで、どんぐらい強さの説明になるか、分かんなかったですし、やっぱ、ね、確定は前回ですかね。うん、ほんと強かった。間違いないんだな。やっぱ、ドーマさんもその、超能力じみた、常人離れした、その、強さはあるんですね。今回ドルスさんもね、そうでしたけど。モンスターを一撃で倒した攻撃を防いだ。うーん。 そうなんですよね。こん時に、ドルイさんが最強と、四天王最強。うん。あいつは四天王最強。はい。<laughs> っていうね。ドルイさんがやられたら、さすがの他の三天皇も動揺するだろうと、みたいな。か。兄弟揃って、父親の夢のために犠牲される。うん、そうなんですよ。いいんすかそれで。っていうね。そう、あとでね。あの、インダーネッサンさんがね、またコメントくださってまして、いろいろあったんですよね。前回もね。 前回のリアクションでおっしゃってましたけど、なんか、勝手な人じゃないっていうすごく、ね、おっしゃってましたし、いや、ボス陛下いいんすかそれは本当に。若い頃は気にしなかったけど、実際に息子が生まれて罪悪感が勝ったのではうーん、なるほどね。まあ、若気の至りですし、実際に息子が生まれてみないとね、父親として実感が出てくると、父親として本来やるべきことからはいかに自分が外れてらっしゃるか、自覚されたんでしょうかね。 それまではただがむしゃらに世界最強を求める巨人の若者でしかなかったのが父親というね実感を持つようになり改めて父親としての姿勢を自問自答されたんでしょうかまあそうねただそれでなんかその野望の追求だかは止まらなかったみたいですねそれで反省してこれからはぼっちが何不自由なく暮らせる王国を作って静かに平穏に魔人に奪われて で残った寿命を余生を過ごそうとされそうなもんだけどさらにヒリング陛下を第二王妃にされたりとかダイダ殿下を今度は犠牲にされたりとか何もその罪悪感がその後の行動に生かされてるのかな反映されてるのかなそれともその食材のためのヒリング陛下とのご結婚だったりとか第二子ダイダ殿下なのかね、なんか野望で突っ走ってるのが 罪悪感によってブレーキがかかってるとは思えなかったんですよね。今のところですけどね。実はそれが、その自分の今度は夢かなったんですかね。世界最強は一応ぐらいはどっかで。まあどっちにしろできることは全部やったんで、これまで犠牲にしていたものに対する償いをしようという一環なのかなあれがわかんないですけどね。ヒリングに関しては魔人よりミランジョの方の思惑っぽいね。うん、それこそ自分がヒリングの体に 乗り移るためとかそうっすね。できそうなもんですよね。でもあれか。大田陛陛下下はボス陛下の息子ですからねだからよりやりやすいとか。完全赤の他人のヒリング陛下の体に入る。それはできんのか分かんないですけど、できても全然おかしくない。ねこれはそっか考えてなかったな。ただ、そうですね。今回その体がないんだ。人形でその代わりにしないといけないぐらいなんだから、肉体は欲しいはず。 あの氷漬けになってる、まあ、あれがミランジョ様の、でも他にいらっしゃらないですよね。ま、だとして、家庭。あの肉体は使えないんだろうか。なんか別のことに予約されてて、まあ、どっちにしろ肉体は欲しいからな。ああってね、肉体がないと困る。で、魔力がないと、その仮染めの体も動かし続けることはできない。ということが、描かれたことは、今後ね、ミランジョ様の肉体、肉体探訪の旅。 肉体狩りの話が出てくるのの前兆な可能性はありますね。うん。これは覚えておきましょうね。殺すね。殺す必要あんのかうん。わかんないけど。それとは関係なく殺す必要もあるとかね。王道展開だと、ボーチ vs ボスの最強対決あるだろうな。いいっすね。うん。これちょっとね、今出てる予想なんですよね。あのー、ボスこそがラスボス説あるんですよ。熱いっすよね。うん。 これまでやっぱりそう、だんだんね、前回ぐらいから、前々回ぐらいから、今までみんながね、お手本にしていて、で、計業していた、あの、偉大なる初代国王ボス陛下が、まさか本当の最大の敵だったとは。というか、まあ、どっちにしちゃってね、ボス陛下から始まる国なのは確定ですよね。もう何も信じらんないな。だから、後から生まれた、我々墓地親衛隊世代の方が、 反逆するということになるんだな。そうするとですけど、ただそうすると、まずこの正規の決戦自体が胸圧なんですけど、ぼっち殿下の強さ、今回ね、あの武器と使い方は出てきませんでしたし、それでできることとか、またお預けかと。これは多分ディスカッション行くと、5号の非難が上がってんでしょうね。またお預けかよみたいな。で、これもね、言われたんですけど、引き伸ばせば引き伸ばすほどハードル上がっていくよっていう、あったんですけどね。 まあそれがどんな力なのか次第でそのどうわかんないけどもし決定的に墓地殿下がそう最後はね墓地殿下のご決断でしょうからそうしなければならないと父を止めなければと思われる理由と戦い方ですねどう戦っていくのかとかねその辺を決定づけるまあ他にも影響範囲は大きいんですけど殿下の現在のその最強という ただこれがやっぱりミランジョ様がおっしゃってるだけなんで分かんないよという不体験付きなんですけど、そう言われてんのと何の武器なのかそもそもあの岩は本当にたまたま割れた岩の前に立ってただけじゃなくって、本当に墓地があったんかみたいなね。そっから疑っていこうぜ。みたいな話もあるんですけど、それがまたね、その流れにもしなるんなら合流していくんでしょう。確かにあのオートシーンの表情は <laughs> やたらとリアルだった。うん。話題になってましたね。ミランジョの手引きっぽいんだよな。 ミランジョが何らかの目的のためにヒーリングを引き合わせたと考えるのが丸い <laughs>。この丸いって最近のですよね。言い方っすよね。うん。うーん、そうなんですよね。まあでも、そうね。それはそれで、器か自分が、自分の体が欲しい。うん。元の体どうしたんですかなぜ今氷漬けにコールドスリープのつもりか実はボス陛下の復活が思ったより超早かっただから解答時間は、わかんないけど何十年後かに あの、氷付けの体を解凍するつもりで、コールドスリープの魔法でもかけたんかわかんないですけど、そしたらもうすぐにね、もうすぐ復活できんじゃんみたいな。それが誤算で、その体がまだ解凍できないので、ヒリング陛下が欲しいうん。でも、そっか。うん<ス>。そう。大腸肥がなくなった理由がわかんないですよね。めっちゃ早いですよ。 これ前回でも申し上げましたけど、魔人さんに自分の寿命を上げたとおっしゃってた、ボス陛下よりさらに先に放御されるってさ、相当っすよ。だからボス陛下としては、墓地には母親が必要だろうと、うん、全然あり得るぐらいの理由だった。メランジョ様は、そのヒリング陛下とヒリング陛下が幸運だ暁には、さらに、とかね、うん。まあでも今ね、ほんとすごい、全部の疑惑というか、 怪しいこととか全部、とりあえずあいつ疑っとこうぜ、みたいな流れになってんすけど、今回のあの、ボス陛下のね、お振る舞いとか、皆さんご覧になってたら、ちょっと、今までミランジョミランジョだったけど、ボスさ、みたいな、うん、あるでしょうね。でも実際にデスパーさんも人格者としての一面以外に、主戦度な、俗っぽさも持ち合わせてるわよね。そうわよね。まあだから全然、その、精錬潔白なとか、聖人君子の、でもないんですけど、 まあ、これまでの他の人のね、その、なんというか、生きおろしさ、みたいなやつに比べたら、まあ、デスパー殿下は本当に、砂漠の中のオアシスのような、癒しの方でしたよ。まあ、主戦度なんて可愛いんじゃないですかあと、金づくの人はね、あの、話分かりやすいですし、まず、その、お金があるかどうかで、当てにしいいかどうか、早めに判断できるから、付き合いやすいとも言えますし、主戦土キャラでも愛されてるね。まあ、これもくしくも、 そう呼べとおっしゃってますんで、パタリオル殿下とか。あとやっぱり何かしらそういう俗っぽいというか、完璧じゃないところ。うん。やっぱ清廉潔白な聖人君子ってのは、逆に怖いですよね。ちょっと俗っぽいところがたくさんあって、なんか一つ明確な欲がある人は帰って付き合いやすいというか、変に勘ぐらなくていいし。まあそれもありますしね。デスパー殿下は本当に、何でしょうね。ああいう、うーん。 本当に付き合ってて疲れない人ですよね。デスパー殿下はね。今回墓地殿下の武器とね、お力分かんなかったのももどかしいですけど、デスパー殿下が恋しいというね、気持ちになりましたわ。というコメントを前回第8話のニコニコ動画の方に上げた動画にいただきました。皆さんいつもコメント、いいね、ニコニコ広告、たまりましてありがとうございます。で、あと YouTube の方ですね。さっきちらっと申し上げましたけど、インダイネサンさんがね、またコメントをいただきまして、 <laughs> 今回ちょっとね、なるほどなるほどっていうね。お疲れ様でしたというね。うん、あなたのリアクションを聞く時間だ。で、今日は字幕、キャプションなしで見て、明日、キャプションありで見るよ、というね、コメントいただいたんですけどね。そのね、日本語の勉強をされてるらしいんで、まあ本当に、あのー、私もずっとね、英語の勉強はしてるんですけど、いろんなやり方の勉強の中で一番聞き取り能力が養われたのはアニメリアクションなんですよね。 自分が見た作品の第何話のリアクションだって分かってますから、どの場面でのコメントなのか分かってるんで、何をおっしゃってるのか大体想像つきやすいんで、あれでね、アニメリアクションの動画をたくさん見て、聞いて、ですごい聞き取りが養われましたんで、そのお礼の意味もあってね、私もアニメリアクションを日本語での、今度は私は日本語でね、お話しするアニメリアクションを始めたんですけど、だからこういう語学の役に、 立てていいたただけるのは本当にありがたいしアニメリアクションやっっててよかったなと思います Sacrifice for Dream 本当に良い発音ですと。ね。お褒めをたまりまして。ま、あこのね、その字幕とかね、ちょっと前回の動画の追加の2回目のコメントをいただいてるんですよね。学んだ日本語の語句。美しい男って折れてましたよ。ね。これがですね、私は美しい男って言われてましたよって言ってね、デスパー殿下に申し上げたんですけど、 これが YouTube の字幕では多分美しい男って折れてましたよっていう字幕になってたんでしょう。だからインダーネーサーさんはあそう言ってんだなと思われてコメントされたと。なんですけどね、そう、YouTube の字幕ね、自動字幕ね、動画内で喋られてる言語を自動で字幕化してくれるのはすごく助かるし、英語のね、字幕はほぼ完璧なんですよ。すごい精度なんですよ。でも、日本語は全然ダメなんですよ。 YouTube さんの、要は Google さんの日本語聞き取り能力、全然なんですよ。だからこういうことよくあるんです。というね、ことが生んだ前回のやりとりと、で、私がね、返信で、ま、いろいろ申し上げたんですけど、2回も聞いていただけるなんてありがとうございますとかね。で、それに対する返信をさらにまたいただいたりとか、あと、インダイネイサンさんのね、王様ランキングリアクション動画内で、またお礼をいただいたりとか、わざわざ動画内でね、ありがとうございますと。本当にまめな、で、毎回丁寧なね、 コメントをいただいております。本当にインダイネサンさん。Thank you so much.Every time. でございます。ありがとうございました。で、そんなインダイネサンさんも含め、海外のリアクションですけどね。まず、先に、あれだな。順調な人まあ、インダイネサンさん。もちろんですね。で、クラディクロ c さん。ララフラフバニーさんと、常連さんですね。で、ドライバーさんと DJ ニキさんは、あー、来られないかな、これは。まあ、多分ご覧になってるけど、リアクションは上げられないかな。 うん。6話から8話までの間に、えー、来られなくなってると。他のシリーズは来てるんですけど、王様ランキングは来られないんで、ここまでかな、というね。あと、他の方はね、また動きがあったら、お知らせしますけど、なんで、多分順調で、まあ、完走されるんでしょう。よっぽどなんかない限り。なのは、インダーネーサンさん、クラウディクローさん、ララフラフバニーさん、でございますね。でね、さらにインダーネーサンさんの動画に関してなんですけど、もう一個ありまして、 前回第8話のインダイネーサンさんのリアクション動画についていたコメントの中でね、あ、これっていうのね、あったんですよ。ご覧になった方のコメントなんですけどね、私はたった今、ボッセがボッチにこの国で最高の剣の達人を与えたのだから、お前が弱いのは言い訳ができないと言った時の思い出したよ。というコメントがありまして、なるほど。これはね、前回で私も似たようなことを感じたんですけど、ご自分が力を奪って、 で、強くなれないことは分かっているはずの殿下に、なぜドーマさんをつけたんだ剣の師範を。ね。で、この方のコメントはさらに鋭いところをつかれてまして、お前が弱いのは言い訳ができない。って確かにおっしゃってましたね。強くならないわけがない。いや、わけがありますよ。あなたが取ったんでしょ、その強さ。そうだと、思い出しましたね。うん。だからこの辺も、そん時何考えてあんなことをおっしゃったのかなぜドーマさんをつけたのかとかね。 まあ、あやかれるんでしょうけど、ちょっと覚えとこうと思う、すごいハッとするようなコメントがありました。で、それに対するインダイネサさんの返信が、ボッジが力を持たないのは、実はボッソのせいだということがわかりました。この二人の関係は、ちょっとめちゃくちゃですね。うん。kind of m e s s up. またここでお会いできて嬉しいです。素敵な週末をお過ごしくださいというね、本当に丁寧な方ですね。というね、やりとりを拝見しまして、横目で、あそっかーっていうね、ことがありました。で、 ね、前回は本当にリアクション周りでね、いろいろありましたけど、ディスカッションもね、ボス陛下の若き日。で、やっぱり、その、そらね、この作品出てくる人は誰一人として一面的な、いいやつ、悪いやつ、という人物像を持っていないというところでね、ボス陛下と、第一王妃、まだお名前わかんないですね。第一王妃陛下、お名前が出てこないことには、それは当然何か意味があるだろうけど、なんだろうな。 お名前がなんかすごい驚くようなことなんかね。あの、大腸皮陛下のお墓に、そのお顔が彫られているのを、以前はあえて描写しなかったのが、今回は国名にね、描写があったのは、そのぐらいまで細かく演出が行き届いてるんだから、大腸皮陛下のお名前がここまでわかんないことは、それは当然意味があるでしょうしね。なんでしょうね。うん。のね、大腸皮陛下の こととか、いろいろ分かりましたんで、それに基づいてまたいろんな議論がありましたけど、一話ごとに様々なキャラクターの背景に関するいくつもの細部が分かり、それが個々のそれまでの彼らへの見方を変えるのがとても好きだ。もっと知りたいと期待感を抱かせ、時にはそれがかなりのところ的中する。特にそこからもっと先へ物語が進んでいった時には、そこへ私からの賛辞を。ボッジがどこから彼の顔をもらったのか分かった。<laughs> すごい、三連発でね。あの、これはもう、 これは墓地殿下の顔文字ということでね、確立したいでしょ。なんですけど、まあこの辺は本当に皆さん墓地殿下が大好きなんだなーっていうね、微笑ましいこの連投だったんですけど、この中にね、二人墓地殿下がアイコンの方がいらっしゃるんですよね。スティーフレーム・ジョーさんとクロー・テイマー、カラス使いさんね、アイコンにされるぐらい、まあだからそれは王様ランキングのディスカッションするにはいらっしゃるかですけどね、愛されてんなー。 で、ジョニー・ダ・ロケツさんね。あの、最初に目に留まったのは、名前のダジャレのね、解説でしたけど、やっぱり活発ですね。彼女は墓地が相当幼い頃に亡くなったことは分かっている。しかし何か、忌まわしい状況下であったのではないだろうかと、疑ってしまうのを禁じ得ない。そうなんですよ。あの、墓地殿下を生まれた瞬間ぐらいは、全然そんな、ご病気の様子でもなかったですしね。でも、1話の冒頭のところでは、もう、お別れみたいなね、指切りをされてまして、な、何年間ぐらい すごい短い間にだったんで、その前後相当闇深いことがあったんだろうという予想はあります。疑ってしまうのを禁じ得ない。通常おとぎ話なのでは、巨人は何世紀もの寿命を持っているから、彼女が自然死や病気で亡くなるとは想像できないし、特に前のエピソードでデスパーが巨人がいかに丈夫か強調していたからね。うん。もしかしたらミランジョがおそらくボッセに事前の賛同を得て何か関係しているのかもしれないね。 まさしく彼女が今ヒリングの暗殺を計画しているように。そうなんですよ。まあ、そう、これもね、これが今回でちょっと若干角度は浅くなるかもしれないですけど、ミランジョ様に向けられているこれまでの疑惑の強さね、すぐそっちにね、何でもかんでも言ってしまうんですけど、大長妃陛下の、あの、しつこいですけど、寿命を犠牲にされたボス陛下より早いしは早すぎると、これはミランジョではないかはね、言われてます。 このシリーズはほとんどのキャラクターが2つの顔を持っているので <laughs>、あの、デスパー殿下のあれはちょっと、それじゃねえよっていうね、話ありましたけど、2つの顔を持っているので、ボッセを悪党と呼ぶのは控えたい。一旦彼が絶対的な強さを追求する理由が明らかになれば、もっと我々に見せるものも出てくることになるんだろう。まさしく、そして同意だ。このアニメは、前話ごとにどんでん返しがある以上、あまりに簡単にキャラクターを非難してはいけないということを教えてくれる。ささやかながら試験。 ボスは真の黒幕であり、墓地が王国の王になることだけを企んでいる。うん。黒幕であるという予想はありましたけど、この方は、息子を今度こそ最強の王、そして王様ランキング1位に、かな自分の息子だから王にしたいという、まあ、それもあるんでしょうけど、墓地殿下を次の王へ、というのは本当にね、ボス陛下のご誘拐でしたから、さあ、どっちですかね。めえ、彼の武器が何なのか、未だわからない。文字通り見れたもんじゃない。 というね。これは、あのー、見ちゃいらんないよっていう時の、アウォッチャ帽と、レテラリーアウォッチャボーとしているので、文字通り我々には見えないというね。私は本当に腹が立ったよ。今回大丈夫かな <laughs> しかし、誰かにどう言えばいいのかわからん。主人公の武器がわからないことにどれだけ怒っているかを説明しようとしても、規定列扱いされるのがオチだ。フ <laughs> ン。ボッチの武器があかんねえんだよって言ったってね、わかんないですよね。<laughs> こいつは何に怒ってんだっていうね。でもね、そうなんですよ。前回ですでにね、 おいそろそろ教えてくれよ、みたいな。<laughs> とは多かったんでね。今回また出てこないですから。いやー、相当っすよ、これは。あの、ドーマスさんもね。ドーマス、ホクロー、コンビもね。2話連続。全く出てこなかったですからね。あっちはどうなったんだよ、みたいな話もあったんですけど。なんで、また2話、お預けがあって。ただ、相当ハードル上がってますよ。これは。怖いわ。こちらも同じく。彼はそれで岩を割ることができたので。ただ、これわかんないですよね。さっきちょっと申し上げましたけど。 割れた岩のの前に立ってるだけの可能性ありますよ <laughs> ね別にあれ墓地殿下が割るところを誰かご覧になったわけじゃないですからなんかデスパー殿下のコレクションの一個でこれはこういう由緒のある岩なんですよって見せられて墓地殿下がハァーッつってご覧になってるだけ <laughs> 別にあれを墓地殿下が割ったとは誰も言ってませんからわかんないですけどまあ予想はね手上がり少ないですし割ったということにして彼はそれで岩を割ることができたので不思議に思っている 非常に俊敏であれば威力を得られる軽量な武器でなければならない。そして第7話では訓練部屋から高い金属音が聞こえてきた。うん。あれも関係ないとかね。なんか、その、コレクションの武器を落っことしたデスパー殿下がありますしね。だから金属製であるはずか。それと岩を割る場面では片腕だけが隠れているので片手で使える武器だ。どれか選べと言うならレイピアだ。うーん。た、うん、レイピアね。 武器の中では軽い方ではありますけど、レイピアでも持てたらね、どんだけ強くかわかんないですよね。うん。せいぜい木の棒ですもんね。あの小さい斧すら無理だったからね、わかんないですね。しかしするとまた、これはファンタジーアニメでどこまで現実の理論を適用できるかはわからないんだ。作り手はもし彼が望むなら何だって成立するようにできる。もしかしたら鋭い羽じゃないかな。<laughs> なるほどね。笑い。わかるわけがない。羽ね、うん。いっそ 羽毛のように軽いいとは言いますけどね、うん、ただ、羽はね、あの、オープニングにあるんですよね。まあ、関係ないでしょうけど、特に武器とは関係ないでしょうけど、だから、そう、またね、一個思いついたんですけど、ペン、羽ペン、なんかその、たまにありますよね。描くことによる、描くことによる能力の系統、能力の使い手、羽ペンとか、そういう書くもの、筆とか、が、 デスパー奥義かわかんないけど、墓地殿下の、だ、ちょっとね、発想としては塚山とかに近いですけど、孤独とかね、うん。描くという力わかんないですね。だいぶ瞑想に瞑想を重ねてますけどね。私の予想は、金属製の鎖餅。なるほど。なるほど、なるほど。チェインウィープか。うん。ねえ、無知はあったんですよね。この作品では全てが転覆しうるので、 レイピアかかか同じよううな何だだとしたら、相当がっかりだろうね。これだけ盛り上がっての後なのだから超格好良よくて予想外のものでなければというねまあハードルは上がりますよねそりゃねいろんなもんがねお預けになってますんでねクリフハンガーが続いておりますけどそれが h u n g by the Root on the Wall of the Cliff になったと崖の壁のツタに捕まっている <laughs> になったとでジョニー・ダ・ロケットさんが 前回第8話の多分アニメーターさんが毎回ね書かれるんでしょうけど、和ず藤井さんという方のだったんですね、前回は。で、これがね、鏡姉さんが静かに座っているのがすごくいいね。で、ジョニーダ・ロケッツさんの返信で、もしボッセとミランジョの間に何か報われざる恋があったとしたら、と想像せざるを得ない。うーん。まあ、だんだんそれが確定していくというか、補強材料がどんどん積み上がっていきますね。代ダ打ダがまだなんとか。 生きていていい嬉しいよドルーシがビッグ4の中で一番強いと確定させたボッセ今後のエピソードで彼が何をするのか見ていくのが楽しみだというまたしてもジョニー・ダ・ロケッツさんの今回のね内容の予兆を見つけられたようなコメントでしたねうんやっぱ前兆っぽいやつはねあるんですかね一つわからないのはボッセが死んだ時ボッチは力を取り戻すはずだったよねうん、まあ、この辺のその魔法とか魔力とかあの辺の仕組みね 法則我々素人には分かんないですからね。そういう取引になってるのかどうかは分かっていない。もしかしたら永久的なもので、ディーラーの死でも執行しないのではとか、もし私があなたの手を切って食べ、私が死んだ時、手は戻ってくるかい稲田。うーん。まあそうなんだよな。まあ分かんないですね。で、ほくろさんですね。うん、前回は本当にね、見上げたもんですよ。あなたこそ男の中の男ですよ。というほくろさんでしたけど、 やれやれ、僕らは本当、ドーマスに対して嫌になるほど平静だね。彼はあの人を絶対に許さない。と言っていながらも、ましてやあの男、何を隠そうともせず、明白にボッジ殺しを、<laughs> ボジサイド、ボッジ殺しを果たそうとしていた彼と、一緒に取り組んでいくという展望を、ずいぶんと快く感じているようだ。というね、方とか、なぜなら彼が言ったように、たとえドーマスがボッジを殺そうとするのを止めるためにそこにいたとしても、それをするにはあまりにも弱すぎたろうからだ。 彼はこの先、墓地を守るために、ドーマスが持っている技を学ぶ必要がある。それと彼は、ドーマスが自分のしたことに残機を覚えていること、墓地がまだ生きていること、ドーマスがホクロの命を救ったことを知っている。きっとそれでホクロの怨恨はだいぶ減ったんだ。うん。まあ、なんというか、その、潔い人ですよね、ホクロさんはね。で、水に流すのは早いし、かーようですよ。墓地殿下を殺したから許さん。仇を討つ。自分の見過ごしたけじめだと。 いうね。人が生きていたからあっさりね、許して、これからいろいろ教えてくださいってね。うん。で、これですね。私は今現在、本当に墓地が最強なのか、それとも鏡が、ボスに嘘をついているのか、怪しんでいる。今のところ何も信用できない。笑い。というね。ああ、そうなんですよ。だ前回は、その、私は2点ね、疑っとこうと思いましたけど、まずはその、墓地殿下が最強っていうのは、それを、ボス陛下に見せることで、思わせることで、 いうことで、また企んでることがあるんじゃないかというね。のと、本当に魔人の翻訳、ちゃんとしたかっていう。まあこれもね、あの、王様ランキングの長大なディスカッションの中のどっかにはあったのかもしれないですけど、他では見かけなかったっすね。これはね、あの、私がまたね、前回のインダイネーサーさんのところにコメントで申し上げたんですけど、あの人は信用できるんでしたっけというね、ことをコメントで申し上げたんですけど、返信で、 我々はレイリー・ミランジョを信じるべきなのかどうかわからないと。あとあのデーモンが本当に何を言っていたのか言うのは難しいというね。なんですけどね。とにかくあの人を返している情報は全部疑った方がいいですよね。他から来ていない情報、裏取りができていないか、他にも2、3人か、2、3別方向からの証明というか補強というか、ないととてもじゃないけど、ミランジョ様しかおっしゃってないことは、今は保留 疑わす気は保留。とりあえず、ミランジョ様がそう言っていたのは事実。という以上のことは何も言えないというぐらいにしといた方が、だいぶね、その神経使って気づかれそうなんですけど、ただ気づかれしたくないから、そこ信じるっていうのはね、そこは楽しない方がいいでしょうね。あの人に対しては。というね、ディスカッションがありましたね。そんな皆さんが今回、どの辺反応大きいですかね。うん。毎回こんだけの人がね、束になっていろいろ考えられたりとか、されてるんですけど、 裏を変えていく作品だしあのやっぱりまあこれはねあの視聴者の幅広いですからどうしてもその完全懲悪の二元論というか善悪二元論というか誰がいいもんで誰が悪もんなのか分かんないよねみたいなこともあるんですけどまあこれはもうそういう作品ではないというね意識の切り替えが必要でしょうね一旦そういう枠組みからは脱却されて誰がどうあるのか 先入観なしにご覧になった方がいいでしょうね。相変わらず宇宙の端から端まで銃を無人に振り回されるヒリング陛下なんですけど、うーん。これは二つね、ありますね。このボス陛下、今はね、の、まあ確かにそのダイヤモンドって炭素が圧縮されてできますから、<laughs> 理屈上はこれを ゃ強い圧力でやったらダイヤモンドになるんですけどまあ、あれがダイヤモンドとはおっしゃってないですけど、まあそういうことなんでしょう。少なくとも象徴的にそうなんでしょう。このダイヤモンドを作る、あの丸太を握りつぶしてダイヤモンドを作るところには、それができるというか、その力が全く遜色ないまま維持されているということと、あれが多分だけど、その、球根の贈り物だったんだ。というね、ちょっと切ないというか、すごく純情な恋のお話のね、 雰囲気あったんですけど、まだわかんないですよね。うん。二つのことが語られる。そういうことがかつてこの二人の間にはあった。ということと、その時と同じ力がまだあるよと。で、ボスだよという証明にされる。うん。で、やっぱりね、前回出番がね、増え始めたドルースさんは、やっぱりこれまでに焼かれていた他の人みたいに、お当番会かと。まだ神がある頃の。 今なんでなくなってんのかわかんないですけど、ふささな頃のドルフさんああ。やっぱりあの、ボス陛下にみんな取り立てられて、で、まあ大変なこともあったけど、ヒリング陛下とか、ボ地殿下との思い出があるんだな。うん。だからなぜその、特に四天王ですね。ボス陛下とか、ボ地殿下とか、ダイダ陛下とか、ヒリング陛下になぜそんなに忠誠が厚いのか、ということもね、語られますし、あと、そうなんですよね。 アピスさんは、四天王の中でも、ミランジョ様に強くしてもらったという、恩義だし、縛りでもある、があるんですけど、ドーマスさんはないですね。ベビンさんもないですね。ドルーシさんもない。うん。ということは、アピスさんだけ、俺の強さは本物ではない。もらった力だという、引け目はもしかしたらあるかもしれないですね。ドルーさんとか、ね、今回詳細にね、ありましたけど、そんなことは全然出てこないですけど、なんかあの、あれは強化魔法なのか わかんないですけど、やっぱり筋力 <laughs> 流力を強くする技魔法なのかはあるみたいですね。でね、白熱の戦闘場面ですけど、これ漢字ですけどね、多分、一番時の、その打、ダイダ当時殿下と、ドーマスさんの試合の場面のアニメーターさんでしょうね。弦画、多分そうでしょうね。この、秒線の漢字と動きの付け方はね。で、その、ドルースさんが、縦が、 盾を捨てて、鎧を捨てて、俊敏さ、そして、攻めに転じる。という賭けに出たのが、走行ううして、あの、かわいそうに、どっかから連れてこられた、操られてる魔獣さんを倒すと。ね。これは誤算だったんですね。ミランジョ様でもね。うん。やっぱり、その、全部を見通して、で、全ては私の計画通り、とでも言わんばかり、なのはこっちは勝手に思ってるだけかもしれないですけど、ミランジョ様でも、ボス陛下が耳打ちされてるのは聞こえない。 とか、その予想とか、勝負の行方は外すことがある。か。ね。あのミランジョ様の予想を裏切って勝利された。少なくとも、引き分けまで持ち込んで、ドルーさんはヒリング陛下に助けてもらった。うん。素晴らしい検討されましたね。で、ボス陛下とミランジョ様のひととき、うん、この人形は、ミランジョ様ご本人がモデルとか、別の誰かがモデルとか、ありますか。完全に、 関係ない寄生品かわかんないですけど、なるほど。まあ、ここでもね、大きいのは二つ。ミランジョ様は、肉体が欲しいんだな。で、あの、すごい息切らしてましたけど、あの人形の体とかは、動かすの様はすごい魔力を使う。っていうことと、この二人はやっぱり尋常な関係ではない。ね恋人か、婚約者か、本当の婚約者。 で、ヒリング陛下ありがとうございます。というね、助けていただきました。やっぱかっこいいっすよね。今回一貫してヒリング陛下ね、私がいるんだから助かるわよっていうね。で、ね、命を救っていただいてありがとうございますなんですけど、いいわよそんなみたいな。はあ、ねえ、そうっすね。あのボス陛下にね、何もできんでしょ、うと、なんですけど、とりあえず統一面に行かれると。うーん。正面切って。だし、この代打陛下の、まあそれはね、予想ありましたけど、ボス陛下の、やっぱいらっしゃるんじゃないですか。 わからんとか言ってね。本当にわかんなかったのかもしれないですけど、隠してたんじゃないかうん。体の中から声が聞こえているのを、代々陛下の、ね、出してくれと叫んでいるのか、という、まさにでしたね。それが、ヒリング陛下に本当に、ヒリング陛下だけに聞こえてるのは、単に血が繋がっているから、自分の息子だから、という以外に、ヒリング陛下はやっぱりその、霊力修道院だからまあ修行はされるのかそういうところじゃないか修道院って、わかんないですけど。 ね。だから、そういう、魔法、中魔法というか、そういう力、聖なる力を身につける修行とかね、されてたのか、そういう特殊能力があるから、ヒリング陛下にはかすかに聞こえる。で、どこってわかる。ただ、じゃあ、聞こえたから、どうしようがあるかって言われると、まあ、これは、とりあえず今どうしようもないですし、他の人にはわかんない。ね。あの、主演の皆さんね、ご覧心かみたいな。<laughs> まあいいや、そこはね、 今何もできませんし、ただね、多分だけど、ボス陛下はミランジョ様があの地下ああってことは、まあ当然ね、ドーマスさん、ホクロさんと鉢合わせどっかでするでしょうし、結局冥府に行かれるんだから、ボッジ殿下もね、どっちと先にどこでどういう形で再会するかわかんないですけど、ね、ミランジョ様がボッジ殿下と鉢合わせしたら、お互いどういう感じになるかもね、うん。 ありますけどミランジョ様がそっちに行かれてる巣の間にこっそりでしょうねあれは今後こういうことがあるから危ないぞと気をつけろと命が惜しければ国から逃げろ時を待てということを教えてくださったボス陛下なんでやっぱりそのみだりにドルーシさんを死なしたりとか キリング陛下を暗殺は許可はしましたけどそれがなんか約束があって縛られるんでしょう許可はしましたけど積極的にそうなるようにだからボス陛下の思惑ではないんだなキリング陛下暗殺ということは少なくともなんでこっそりこうやって機会があれば助け船を出してくれますんでこれを無駄にせずドルーシさんとキリング陛下とその盾ドルーシさんも旅に出られるんすかね王国を去るうんなんかどんどん人がいなくなる <laughs> どどんどん人がいなくななる王国ですねなんかねどんどんその櫛の歯が抜けていくように王国が空き巣になっていくなーっていうねまあこうやって一人抜け二人抜けしていってで多分だけど墓地殿下と旅先でかキロでか合流してその旅がどんぐらいになるか分かんないですけどまあありえんのは帰ってきたら王国が荒廃していってで約束で縛られていてなすすべがないボス陛下と その隙に好き放題やってるミランジョ様が王国を支配していると。なのでその暗黒の支配から王国を取り戻すとかねありえますけどね。であと次回はねさすがにもう墓地殿下の選ばれた武器とその能力力は明かされるでしょうから相当ね皆さん れてらっししゃるでしょうけどその辺の辺予想ととかが熱いこになって、ね、んで次回までの間にまたその辺のところいろいろと拝見して回って何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っているところでございますってとこですかね今回はそんな感じで王様ランキング第9話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた